はい。はい。皆さん、こんにちは。ラジオ番組、ギブギブギブ、パーソナリティーの伊藤那由です。今週もですね、先週に続けてあの、ゲストの方をご招待しまして、そのゲストの方の今の授業の内容だったりとか、今後やっていきたい内容とかを思う存分語っていく時間に、今週もしていきたいと思います。今週はですね、ちょっと前回の方とガラッと業彰がありまして、もっと 校長先生をお呼びして、えー、その学校教育だけじゃなくて、今後の先生の、えー、道しびれとして、えー、すごく今活躍されている方をお呼びして、その方のビジネスについていろいろ深掘りしていきたいと思っております。はい。えっ、ー、と、名前はですね、中曽根さんという方になります。中曽根さんって聞くと、まあ、どっかで聞いたミュージカルと思うんですが、今、群馬でご活躍されておりまして、まあ、群馬を拠点として、 えー、教員になられて、校長になられて、今あの校長まあ引退されてえ、次のビジネスに向かって進まれている方です。じゃあ中尾先生お呼びしたいと思います。中尾さんよろしくお願いします。こんにちは中曽根です。よろしくお願いします。お願、はいします。お願いします。しますはい、そしたらじゃあ中曽根さんの自己紹介をその教員になられるたあのところからお話しいただけるとすごくありがたいなと思いますのでよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。はい 実は私は、九州の大分県出身なんです。お、大分ですか大分ですかそうですか大分県から、大学は関東の大学に行って、そして結婚をして群馬県の方で、教員採用試験に合格して教員になりました。で、県立高校を歴任して、授業は地理。そして剣道部の顧問。 をやってましで県立の前橋高校ではインターハイで団体で出場したりまたは高崎女子高校というところで個人でインターハイに出場したりということで部活付けの生活をしていたんですがその後管理職となり京都副校長を得て最後は沼田女子高校という高い 女子校の校長として、はい、退職の時を迎えました。ね、はい。そうなんですね。今ちょっとの学校名ね、おっしゃられましたけども。はい。前橋校とか高崎女子校って確か群馬でも。群を抜いた新学校。うん、歴代の総理大臣の方が。前高と呼ぶんですかね。地元でも。そうですね。はい。とか、すごく。こう、昔からの伝統校。での。 ご勤務もあったりとか、うんはあ、あとその女子校ですかね、県立女子校、はい、男子校があるのって、これ、意外とこう北関東ならではのあるあるなんでしょうかね。うんはあ,あそうですね、別学率が全国で一番群馬県は高い地域なんです。ああそそううななんんでですすねはい、はい まあ実は私はもう一つの顔として、えー、群馬県の男女共学を実現する会の世話人という、うはい、はい、そういったあの立場にもいまして、あね、この間群馬県の教育長ともあのそういうお話をしてきたという、はい、そんな一面もあります。えー、あ今後はじゃあやっぱりその男子校、女子校を共学にするような動きも 出てくるってことなんですかね。群馬の、まあ。そうですね。まあ、いろいろなね、うんうん、あの、ご意見の方いますけども。うんうん、少子化に伴って、やっぱりちょっと学校の数を絞っていかなくちゃいけないような。うん、ああ、統合って言うんですけども。どどそれも含めて、はい、まあ、考えていかなくちゃいけない時代になってるんじゃないかなと思います。はいはい、ああ、だ、そういった方面でも、その。今まで、その教員生活だから、えー、アドバイスしたりとか。 あと、今行ってビジネスが、その、教員の方をなんか後押すようなお仕事をされているというふうに聞いてはいるんですけれども、はい、そ,その辺のこの、はいえー、きっかけとか思いとかをちょっと話していただいてもよろしいですか、はいはい、はい。そうですね。今、現在は、はい、一般社団法人の教師セカンドライフ支援協会の代表人、それから、 えー、学校向け、会社向けの人材育成、はい、研修会社の合同会社 JTO、JTO と、はいはい、いう会社の代表を行っています。はい、ああ、そうなんですね。はい、はい、設立はいつぐらいからされてらっしゃるんですか？もう今ね、ほやほやなんですね。ほやほやで。あ、できたてほやほやなんですね。できたてほやほやで。<あ>はいはい。会社については1月スタートですね。はい。 あの厳密に言うと12月<ー>昨年の12月25日に、はいえー、設立という形で、はい、一般社団法人も昨年の11月という形になってます。はい、本当にほやほやで、<ー>はい。じゃあこの時期こう社団法人と、えーはい、法普通の法人をこう一気に立ち上げたと、はい。ああその一気に立ち上げたきっかけっていうのはやっぱりなんかこう思うものがあったりするんですか。はい、そうですね。えっ、ー、と私があの校長で。<laughs> 退職したに実は校長職を務めていれば、なんかね、仕事は来るんだろうとか、すごく甘い考えだったんですね。甘い考えで。ああ、いえいえいえ。それでそのああ正直言って、すごく自分自身が瞑想しました。瞑想したんです。で、校長先生で言うとね、いろいろこう、引く手余ったって感じが、例えば地元の、例えばその、 保育園の園長先生になったりだとか、うちの保育園、そういうのあるんですけど、うん、そういったのはあんまりないっていう認識なんですかそうですね、まあ、ちょっとつながりがあるような人は、そういう、ねうん、役職に就く方もいるんですけど、結局、まああの、県の教育委員会は、まあ、あ<ー>自分自身で自分の仕事を探してくださいというスタンスだったのです、はい、な私の考えとしては、はい、あのやっぱり、ええまあ、新しいことをやりたいなと思って、

着付けしやろうとかって思ってたんですけど、はい、ちょっとその自分の思っていた世界と、はい、その着物の学校の姿があまりにもギャップがありすぎて、はいはい、あそうだったんですねそうなんです、はい、ちょっとついていけないなと思ってああなるほどなるほどちょっとそこからの距離を置くことを考えましたその後はちょっとなんかいろんなね、はい、あの塾開こうとかなんか お友達と一緒にフラワーア,アレンジメントの教室開こうとかヨガの教室開こうとかねこれ<ー>から<ー>何かちょっと自分の自宅スペースを利用してなんかやろうかなと思ってたんですね。はい、っさっきね瞑想されてっていうお話されてまさしくいろんなのこうそうなんですやった中でこう。 どうしていこうかっていうのが、こう葛藤があったってことなんですかね。そうですね。で、全部それが自己流でやっちゃったもんですから。何の勉強もしないで。なので、まあ、集客できないし。コロナの、コロナであったので、コロナ禍で。なるほど、なるほど。はい。あの、休業しなくちゃいけなかったりで。本当にもう、本当なんていうんですかね。あの。 もっと瞑想状態でしかもお客様来ないという状態だったので、そのコロナの時間の中でいろいろ考えてじっくり自分を見つめていかなくちゃいけないということで、本当に自分がやりたいことは何なのか。やりたいことヨガとかその着付けもそうだし、何かいろんなことやったんだけど。 本当にそれって私がやりたいことなのかなということで、うん、で、ちょっと周りの人たちの様子、まあ自分と同業だった先生方の様子などを見ながら、はいはい、やっぱり自分自身が本当にサポートしたいのは、はいはい、やっぱりその教育に携わっている先生方、そういう先生方の,その第二の人生、はい、まあ自分自身も迷走、はい、したので、 あえーはい、そういう先生方をサポートしたいなという結論に至ってきちんと学び直して東京で学び直してサポートするにはどうしたらいいのかということで、はい、一般社会法人と、はい、から会社を設立したというあ<ー>そういうなんかいきさつがあります。すはい 実は、リスナーの方、あれなんですけど、私と中曽根さんは先ほど、中さんおっしゃってた、東京のそのビジネススクールで、木は違うんですけども、そこで学んだ、まあ、動詞なんですね。うん、そこで、あれですよね、あの、自己棚押しという形で、三万字、あの、三千じゃないですよ。三万字ですよ。うん、もう書くんですよね。あ、そうでしたね。過去辛いことなんだったとか、昔やりたいことなんだったとか、 うんうんね、そういったことをこう深掘りしていくのが宿題でね、うん、あってうん、うん、それをこう瞑想された中でしっかりと書いた中でこういく道を決めたと、うん、やっぱり学校の先生を応援していきたいというのに行きたかったということなんですよね。うん、あそうですね確かその自己棚卸しの,あの講座の時に何ですかねその未来の自分を決めるのは 過去の自分ののの声を聞いいいいててくっうううそがああありりりままましししたたたよね過去自分自身の経験とかそれが未来を作っていくそういう何て言うかなフレーズを聞いて言葉を聞いて新しいことを何にもないことをポンと始めるんじゃなくて今までの何十年間かの積み重ねですかね経験とかそういったものが自分を作っていくっていうことで改めて。 はい、そこで自分のまあ行く道というのが決まったという、そ、はいはい、そんなあの流れがありましたそうですね、はい、ちなみにこのビジネススクールの名前は獅子塾と呼ばれるものになりますので、はい、もしご興味あられる方、ありそうな方いらっしゃいましたら、獅子塾であの検索かけていただくと、あのどんなスクールかが出てきますので、まあ、見てもらえばと思います。じゃあちょっと話は戻させてていいただいて、はい ちょっと質問させてもらいたいのが、学校の先生の最終的なゴールっていうのは、皆さんやっぱり校長を目指すそうですと思っている一方で、校長ってやっぱり支店長ってイメージ持ってるんですけど、誰しもなれるってわけでもあそうですね、まず管理職試験を受けますね。受けて、教頭経験を積んで。 県によっては、校長試験とかね、試験があるんですけども、群馬県の場合には、勤務の姿勢であるとか、教頭としてのあり方とかね、そういうものを総合的に判断して、校長の方に、県の教育委員会が選んでいくという、そういう形になってますねじゃあ、みんながなれるわけではないし、そうですね。れなくて 引退される方も、まあ、定年ですかねははいはい、はいはい、でまあ校長の先生しかり、まあ、教頭先生しかりまあ一般の先生って言い方はしちゃっていいのかな分かんないんですけどしかりまあ定年迎えた先生方の第二の人生をやはりこうご自身悩まれたこともあるのでそういった後輩の方々にこう支援していきたいという思いがすごい強いってことですね。 そうですね実際に自分自身に今も現役の校長先生とか現役の先生方が定年後どうするかなとかね定年延長という制度が始まったので定年延長した方がいいのかしない方がいいのかとか相談を受けることが非常に多いですね。なるほど やっぱりそう中曽根さんの人柄とかじゃないですかね、その金時代からこう、はい、後輩の先生方、男女問わずこう面倒を見てきたと、うん、いうところがやっぱり皆さん見てらっしゃるから、あやっぱ相談にこう行きやすいっていう印象を受けてるんですけど、すみません。あ大丈夫です<し>はい 就職をあっせんするわけじゃないので、まずは本当にあの、獅子塾でやった自己可能しですよね、はいはい。あ、なるほど、なるほど。本当に何したいのかなっていうことを十分にね、はいはい、聞いた上で、はい、まあ本人にこうアドバイスをしていくという姿勢をとってるんですけど。はい、ああ、なるほど、なるほど。はい。結構、でも相談は受けますね。ああ<ー>、はい、そうでしょう。 ねはい、もうそれでキャリアを踏まれてで剣道部で引退派までこう導いたこう手腕ですかね。で最後は通の先生になられたやっぱり実績っていうのは、うん、皆さんねこうやっぱり頼りがある方かなと今こう私も向かっててもなんかこうお世辞がこう流を眺めて今 <laughs> いるんですけどでもやっぱ相談しやすいなっていう印象が。 ちょっとラジオの方だと音声でなかなか分かりにくいと思うんですけど、うん、でも声とかでなんとなく分かるのかなって気もする一方で、一応動画でも流してますので、まあ後日見てもらえると分かるかなとは思う一方で、はい、今先生の話ばっかりしましたけども、毎、うん、とその教え子からの相談とか、うん、多分先生以上に教え子の方多,多いと思うんですけど、はい、そういった教え子から何かこう問い合わせが来たりとか、そういうことも結構あったりするんじゃないですか今も。 実は地元の新聞に、地元新聞地元新聞に、群馬の新聞に取り上げてもらったんですね、全国初の教員を支援する、第2の人生支援する、一般社団法人ということで、紹介されたんですね結構大きめに取り上げてくれたので。 でかいですよね。私も見ましたけど。はい。はい。はい。縄文新聞っていう、群馬で有名なね、地元の新聞ですね。はい。で、その新聞を見ながら、まあ当日ですね、自分の本当に教え子の学校の先生たちから、あの、先生見ましたとかね、そういうこのラインが結構、あの、私の方に来ました。はい。見ました見ましたっていうね。娘に来たんじゃないですかそうですね。まあ自分自身も、まだそんな年ではないけど、 やっぱりそういう将来的なことを考えていきたいなっていうようなそんなメッセージをもらったりあとはですね先ほどまあ言った獅子塾というスクールのえーと卒業生のフェイスブックグループがあるんですがそこにはい投稿したんですね。でこれでびっくりしたのがなんとその投稿を見たあの神奈川県の神奈川県の 人が、はい、中小企業診断書をしている人があはいはいはいあの中曽根先生こんにちはということで<っ>えー、前高剣道部の卒業生の何々です<ー>でああであこのようなあの教会作られておめでとうございますというようなメッセージもらったんですねそれはいわゆる教え子ですかそうです教え子ですその前高前橋高校の剣道部 そそううでですすなんかそこそそられますね、話を。深くお話いただいてもいいですかはいはい、大丈夫です。で、その子がですね、ちょっともう大人になってるのに、その子もなんですけど、その子にありがとうということで返信をしたところ、その子がまた自分自身のフェイスブックで、恩師がこういうものを開いたのでっていうことで、 紹介しますというような、そういう投稿を載せてくれたので、非常にう嬉しいなというか、そのフェスブックグループでつながっていたんだという驚きとともに、自分自身が発信するっていうことで、先生も頑張ってるなっていうふうに思ってくれたのかなっていうことで。教えをかみえば、先生は先生ですからね。期待されても。 やっぱり大事なんですかね。あ、大事だと、すごく大事だと思います。ああ<ー>、はい、なるほど、なるほど。はい。じゃあ今回、一般社団法人作られたり、はい、ええー、一般の会社作られたり、こう、新たなビジネスをやってるっていうのもやっぱりこう、教え子にまあ戦略を見せてるっていうスタンスなんでしょうかね。うん。 背中を見せようというふうにね、自分自身で、そういう大きな背中ではないんだけども、自分自身も自分の先生っていうのはね、いつも背中見てたいなと思いますし、やっぱり、あ先生頑張ってるなっていうんで、だから背中から、あなたも頑張ってねっていうふうなメッセージは与え続けていきたいかなと、小さい背中ですけど、そういうふうに思ってます。 すごくね、いい話ですね。はい、ひょっとしたら、今、聞かれてるリスナーの方、まあ、沖縄だと、ちょっとなかなかあれかもしれませんが、うんまあ、動画で多分、聞かれてる方で、あれ中曽根先生じゃないかという声も、おそらくあるかと思うんですが、うん、後ほどね、あの動画だとあの、Facebook とか、あのー、掲げますので、ぜひですね、つながっていただいて、昔話で、ね、あのー、 話を盛り上げていただくも大事ですし、あの先生、中曽根先生だったら、今、ご自身のビジネスについても、おそらく相談、乗ってくださるかと思いますし、もし学校の先生だったら、もう中曽根先生が一番統計分野ではありますので、ね、こう、くっゃくなくね、えー、お話を、昔の話に交えて、話されてもいいのかな、なんて今、聞いてて思った次第です。ああ、いいお話ですね。はい、なんからそういう話をすごくね、僕言ったラジオ、なっちゃ動画で、こう、掲載するのすごくなんか、 すごい意味あるなっていうの改めて。あ、ありがとうございます、ね、思い出したね。はい、そういったなんかメディアにその一般社団法人とか、まあ、うんうん、一般法人と疲かかれて、ね、何かこう。メディアにこう、今後、こう、出ていくご計画とあったりはされるんですか。あ、はい、うん。そうですね。あの、実はもうすでに放送されたんですけど。あの、エフエム群馬というラジオ局。はい、ラジオ局の方から、取材を受けまして、はいはい、えっと、三月十九日に。 放送されました。あ、はい、なるほど、なるほど。はい、じゃそれもその、えー、会社設立だったり、一般商談の設立だったり、まあ、新聞をきっかけに、えー、とラジオの方が取り出して、取材を受けて放送されたという形なんですね。はい、<ー>はい、そうですよね。あじゃあこの動画もいつかそういう、はいえー、きっかけになってくれたらいいですね。ははいあ今度テレビ番組あたりが、はい 来るかもしれませんね。本当にね、あの全国のね先生方が本当にこう活躍の場っていうのはもう六十歳で終わりじゃなくて、もうつになっても頑張れるっていう風な思いになってくれれば一番いいなっていう風にそうですよね。はい、そういう風にそんな思いが重要です。ああ、これね第二の人生長いですからね。はい、今こ経験をこう生かして、ええまあ後輩を教えるなり、まあさっきねまあ っ学校の先生塾とかもね、うん、場合によってあるかもしれませんいろんなやっぱりこう、うん、こうものを教えるっていうのがやっぱりうまいですから、うん、そういうのをこう広めていってほしいなってこう思いますね。は、うん、あ、なるほど、なるほど。じゃあそういったなんかこう活動するにあたって、まあ、先ほどメディアって話はし,した一方で、んかこう、交流会とか、そういうのをもうなんか使って広めたりするケースってあったりするんですかはい、はいはい そうですね。あの、一般社団法人と会社を作ったので、地元の方の、はい、地元。主制クラブっていう会があるんですけども、はいはい、はい、はい。そこに、あの、異業種の交流会に、まあ、入ったり、はい。あとは、あの、獅子塾つながりで北関東の異業種の方とつながりを持ったり、はい。あとは、女子の、まあ、企業家ですね。はい。はい、はい、はい。女性の方々とのつながりを持ったりして、はい。 女性の経営者ですね仕事につなげたりその人とつながらなくてもその先にある方々とつながりを持てればいいかなというふうにそうなんですよね。一、はい、対一話してても実はこう後ろにいろんな方がいるんですよね。いろんな方で言っちゃうこれなんか変な言い方で教師なんです。 まあそこでこう親和性が生まれる方が少なからやっぱり出てきたりするのが、すごくなんか楽しいなって気がしてまして、はい、はいうん。まあ私も実は、ワンワン何百人やってるんですけど、うんうん、そういった場面に出くわすと、本当にやってよかったなっていう、このラジオもそのつもりでやってるんですけど、なんでギブギブギブなんですけど、さ確かね赤曽根さんもね、それをね、こう、具現化されてらっしゃるっていうね、はい、ことをね、あのすごいいいなってこう改めて思った次第ですね。はい できればね、その今後、全国の先生方とね、退職したあととか、または定年退職控えているような先生方とのコミュニティまが作れればね、今こうなんだよとか、こういう情報があるよみたいなね、そういう人が作れればいいなというのが、将来的な構想の一つとしてあるんですけど。いやー、もうなんかすぐ実現できそうなイメージ、おはいはい もしこう、ね、聞かれているリスナーの方で、まあ、沖縄で、えー、先生やってらっしゃる方でも、うん、じゃあ、教員終わられてどうしようかなって、もし思っている方がいらっしゃればね、せっかくの機会なので、フェイスブック、うんまあ、ちょっと動画になっちゃうんですと思うんですけど、うん、あの中曽根さんとつながっていただいて、まあ、いろいろお話、うんあの、聞いていただいてもあのいいのかなと思いますし、はい、あきっとあのすごく、ね、ためになるかと思いますので、ぜひとも、ね、つながっていただけるとあ,のありがたいかなというふうに思っています。 あでももいい試みですよね。学校の先生もね、こうまあ、引退された後って、やっぱそれは我々、まあ、私もまあ普通のまあサラリーマンもやってはいるんですけど、じゃあ引退した後どうしようかなって、やっぱり思いますし、それと同じですもんね。その後どう、ね、やっぱりしていくのかっていうところはね、はい、あのぜひともねあの、ご相談いただけるといいのかなというふうに今日は感じた次第です、はいはい。はい。まあ、いろいろちょっと積、ね、もる話はたくさんあるんですけども、そのお仕事の出会いとか。うん はい、実はですね。これ30分番組で意外とね。時間ね。あっという間時間が過ぎちゃうんですよ。はい。なので、ちょっと最後にこれだけは言いたいっていうことがもしあるとは思うんですけど、それをそう。最後あの思いをえー、お話しいただけるとありがたいと思うんですが、何かこう一言メッセージをお願いできたいと思います。はい、はい、えーと私の、はい、あの自分の先生もそうなんですけども。はいはい、あのまあ、剣道をやってる先生方というのはずっと剣道を続けていて、はい、80歳になっても。はいはい 若い警察官と練習をしたり、はい、あのね、いろんな八段審査とか目指していて、で、本当にあの80歳になっても、本当、格釈としているというか、素晴らしい先生がすごく多いんですね。はい、で、はい、その一方で、ちょっと何もしなくなった先生は、残念な姿になっていたりとか、はい、まあそういう姿を見ている中で、はい、やっぱり、はい、あの、いくつになっても、挑戦していくっていうね、はい その姿が一番素晴らしいなというふうに私自身は、はいはい、そういうせ、あの、いくつになっても先生というのは先生なので、はいはい、そういう、あの、まあ、先生、教え子に背中が見せられる先生になっていきたいなというふうに思ってます。はいはい、で、はい、あの、全国にはたくさんの、はい、そういう力を持った先生方がたくさんいますので、はいはい、ぜひですね、あの、その先生方の力を、はい、あのまあ、輝けるようにということと、はいはい、あと、はい そうですね学校現場の中でも、または例えば不登校のフリースクールであるとか、いろいろ必要とされている施設ってたくさんあると思いますので、そういうところとつなげて、先生方の教える力とか、サポートする力を生かしていきたいなというふうに、そんなふうに考えてます。素晴らしい試みですねきっと日本のの将来も中活動が あの広がっていけばすごいあの明るい世の中が描けていくのかなっていうこう期待がすごい持てたあの今日この三十分ではありましたけどあのその思いは皆さんにも伝わったんじゃないかというふうに思います。はい、あ貴重な話今日はありがとうございました。ありがとうございました。あた、はい、あの中谷さんを交えてあのお話しいただきました。中谷さん今日はどうもありがとうございました。 あこちらこそどうもありがとうございました、はいはいはい。また、あの、聞きたい方はまた動画とかで、フェイスブックであの、はい、アップします、ね、あので、見てもらえると思います。じゃあ、情報で終わりにしたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、すみません、失礼します。はい失礼します